皆さんこんにちは。前回ボロネジュのクラムスコイ美術館を訪問しました。今回はその近くにあるもう一つボロネジュの有名な観光地を案内したいと思います。地帯国地大聖堂です。ロシア語で言うとブルガリシュンスキーサボルと言います。この大聖堂は1998年から2009年にかけて建てられていました。建物の高さは85メートルです。最高のところは97メートルです。この大聖堂は高さで全ロシアの第3目の大聖堂であり、全世界の一番高いキリスト教の大聖堂の一つです。大聖堂は緑に囲まれて青空を背景にとても綺麗です。日曜日、いつも鐘が鳴ります。この動画を見てくれてありがとうございました。チャンネルに登録してくださいね。